うん、まあ、そのフィリピンにいた時に撮影でレストランで警察とゲングの酒飲み込まれたことあるんですよ。飯屋に、はい、もしスパイが小沢さんに接近するとしたら、まあ、いろんなこの情報を、まあ、飲みながらも聞くとか。だから例えばあの時の幹事長とか結構ね日本統一ファンがいて、小沢さんのファンなんだよって間に行って紹介したいんだけど向こう会いたいって言ってるからつって例えば会ったとするじゃん。一緒にツーショットのインスタとか上げてると、ああこいつはいろんな政治の中枢とかに近づいてんだってくると分かんない。でも俺政治の話しないから、あのもし近づいてもこいつ女の話ばっかでクソの役にも立たねえなんて切られる方かもしれない。あ、偶然を装ってかなり調べてきてと、この偶然ではなくてかなり小沢さんのことを調べてき、て、あ偶然ですね、趣味が合いますねとか、あその映画見ましたみたいな感じでもう来ますよね。共通的な共通の価値観がありますねっていう形で入っていくと思いますね。なんかこうあのスパイの話とは全然違うんですけど、あの海外に撮影で行くじゃないですか、特にフィリピンとか、はい、まあ、どこの国でもそうなんですけど、そこに行った時にその場所に住んでる日本人を一切信用してない。あそうですね、あの長いことその国に住んでる日本人って、はい、その国の人間になっちゃってるんで、うんうん、あの日本人を騙すのは日本人なんですよ。あそれはあります。まあ、私あの、作家の他に、まあ、セキュリティコンサルタントっていう仕事もやってるんですね。外国に行く日本人の方に、テロ対策とか、海外安全に話す、あの話をするんですけども、当然事例を研究しますね。今小田さんが言われたように日本人が加担してる、日本人がそのきっかけを作ったりですね、いう犯罪結構あるんですよ。ましてアフリカとか中南米で日本から遠ければ遠いほど日本人が少ないところで日本語で話しかけられたらホッとする、ホッとするんですよ。でちょっとついてってみたら実はボラれた、眠り薬に入れられたとか、まあ、そんな事例がたくさんありますよ。海外に行くときは日本じゃないと思って、うん、日本人は渡航するべきだと思って。おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。その現地のオリジンをセルとフィリピンでやってるときは映画の撮影で制作費持ってってるわけですよ、うん、そうすると円からペソに変えるときにペソがタイのバーツに連動してるんで、すごくいくらになるかを気にしてるんですよね。そうするとタイでなんかテロが起こったとかって言ってバーツがガーンって今だと思って両替に行くとものすごい高くなる。極論1000万がもう2000万ぐらいかかる。おー、倍ですか。でそういうのを見てたりするところから始まって興味が湧いて、よく本でもあるんですよ、世界の危ないところとか。あれを見て、あこの国は、宗教は何々で何々で、テロを起こしているのは何々派で、どういう事例が起こってここの辺が危険だとかあるわけですよ。でバリなんか行ったって、バリも大丈夫なところとは言ってもやっぱりテロが起こりやすい時は外国、アメリカ人が特に集まる、あの外国人の観光客が集まるところに俺絶対行かないんですよ。だいたい自爆テロってそこから起こる。そうそうそう、まさにそうですね、まさにそうです、ね、あの地元がやってるバーでは絶対やらない、うんうん、俺フィリピンのあの、うん、テロが起こった時フィリピンいたんですよ。あの時ですか。あの時フィリピンのあの自衛のホテルにいた、うん、あ自衛って国の、うんうん、外資系は全部テロリスト来て、でもみんなホテルから出れないだけでプールで泳いでたりなんかをしてる、あの銃で乱射とかないんだけど、でもあのフィリピンが経営してる自国のホテルはそれがない。出て外資系を狙う、下手すりゃ人質だぞっていうことになるから、だからこれ読んだ時はずっとそういうことがあったからものすごく興味があって、めっちゃ面白かったし、逆にあのドラマでね、渡部篤郎がやってた公安外事警察ってドラマありましたね。ありますね、はい、あれを初めて見た時やるな、まず外事警察の存在を初めて知った。こんなに暗躍してるんだみたいな。あれはいいドラマでしたよ、はい、麻生郁さんの小説のドラマか映画かなんですが、あ 5割ぐらいが本当ですね。あそうなんですか。5割ぐらい本当、はい、いい映画です。あれはねすごく、はい、俺はなんか最後になんかいろんな何かを解決するために何かを犠牲にしてる渡辺はひどいやつだけど、
最後なんか廊下で非常階段でタバコ吸ってる時に、あ、全部飲み込んで大変だぞこの仕事って日本を助けるために誰かは犠牲にするの分かってるけど、はい、国を救ってるっていう、ね、あの重さ、はい、海外はですね、海外はまあ日本ほど安全な国はないので、待ち合わせ場所に行くときにまあちょっと時間潰すじゃないですけど、まあちょっと時間をこう見るとかっていう、これ待ってるときに関係ない強盗に襲われる可能性がありますよ。まず車で止まったら車バカでやられるか、で車乗った降りたっていうときにここやられる可能性あるし、あとは移動中ですよね、移動中にまた囲まれてやられる可能性だから、情報収集の前後がもうそもそも危ないですよやられないかっていう、ね、はい、うん、まあ、そのフィリピンにいた時に撮影でレストランで警察とゲングの銃撃戦に巻き込まれたことあるんですよ、飯屋で、はい、でその時に俺らがやってることって本当かっこいいだけで、実際警察もギャングもなんか鉄板のテーブルをこう縦にしてるんですよ、警察顔なんか出しちゃう、手だけ出してこうってギャングも壁から手を出して打ってるだけで、みんな当たりたくねえから俺らみたいにパッと出てってガンガンガンって転がってゴンゴンゴン、一切ないからね。であの時地べたに座ってその銃撃戦が終わるの待ってるわけよ、うん、あれに巻き込まれてから飯を食いに行った時に、あ、例えば日本でいるといわゆるヤクザの人たちって雰囲気で分かるんですよね。でも海外に行ったから警察かギャングか日本と同じで、飯行った時にあ、この店やめようって思うようになりましたね。あ、なんかそういう匂いのする連中がいる時に何に巻き込まれるか分かんないから出ようとか、まあ、ちょっと俺は特殊なんで、そのアクション映画でやばいとこばっかでロケやってるんでだからそういうね、チャイナタウンでロケやって向こうのマフィアと話をしてとかそういうことばっかりやってるんで、はい、それ匂いに敏感になりましたよね。あ、でも私が今コンサルタントとして海外に行く人たちにレクチャーしてるのは、そこまで行かなくてもそういう感覚を持ってほしいんですよ。大事ですよね。大事です、非常に大事ですね。例えば、まあ、じゃあここはバーで今お二人でいますけれども、はい、このバーがじゃあまず入ってきて、はい、何かこう勝丸さんが気にするというか、どんなことに注意して目を払わせてこうあれするんですか。まず来た時にまず非常口見てくれって言いますよね。この出入り口使えない時にどっかあるかないかっていうのをパッとまあ見てもらう。何かあった時にまだ出られる余裕があるんだったら出る。あとは トイレですかね。立てこもれる、場合によっては立てこもれる。あとこのガラスがあったとしたら、ガラスのところに座んないか、座るんだったらレースのカーテンを引いてほしい、まあ、爆風対策ですね。そういうことは海外では気にしますね、はい。まあ、日本で気にするとしたら火災の時にここから出られる時どうしようかなっていう、まあ、そういう観点なんですけども、海外のところで言うとこうやってカウンターで入り口を閉めるし、こう鏡張りのところじゃないですか、はい、人入ってくると見てるからね。で俺何回もナイフのホールドアップとか銃突きつけられたり、ショットガンで当たんないけど撃たれたこともあるので、その時を想定した時に本当になんかこいつ大丈夫って思うとこう見えるんですよ。何かあった時なんかこう、そう、あ、これ持っちゃいいかとかそうね、あるからね。海外はもしかしたらが、日本じゃねえから、うん、もう匂いとか感覚が身につくんですよ。私もそのドライブインにこう入ってトイレ寄ろうと思って車から降りた時に、まあ、視野を広く持ってるとこのドライブインにこっちの方にピピッてこう動く感じがするんですね。でそのまま私がちょっとトイレに向かって歩き出したらこうなったので、あ、これトイレ行ったらやられるなっていうんで引き返していったことがあるんですけど、その後ここのことを調べてみたらこういう強盗がいっぱいあって、特に観光客、地元の人襲わないんですよ。外人の観光客がトイレに行くとガーッと行って見張り役、襲撃役、取ったやつ奪う役のグループが襲ってやるっていうのがもう頻発してるところだったんですね。でもそれ知らなくてもこの感覚があれば行かないんですよ。今の話は危機管理能力ですよね。その危機管理、はい、スパイの場合はもっと洗練されてるからもっと高度じゃないと、もし俺の場合だったらスパイだった場合には絶対気づかない。俺はその危機管理能力があるだけであって、スパイみたいに洗練されてる人だったら絶対気づかないよね。スパイはそう、まあ
街や人混みに溶け込むなので多分一般の方とか見たことない人にとってはもう普通のサラリーマン普通の人に見えると思うんですね。そこはあの非常にスパイの場合は特殊なんですが、ただスパイもかなり訓練を受けている人なので、ある時例えば、ウエーターがガシャーってなった時にその時の動きがプロフェッショナルだと、私なんかバーにいてガシャーっと落とした時にちょっと見た時に、あ、この人訓練をスパイかどうか別として何か意識の高い訓練を受けた人だなと思う時がありますね、街の中でも。なんか前に韓国映画で北朝鮮のスパイが韓国で家族として普通に暮らしてる、はい、あの映画があったんですよ、はい、それ本当に普通なんですよ。で、家族じゃない、これが北朝鮮から指令が入るとぐるっと変わるね。スリーパーってやつですね。スリーパーです。家族を偽装、結婚偽装の、はい、家族のスリーパーです。このスリーパーはこの本にも書いてありましたけど、スリーパーって別にスパイだけじゃないですもんね。だけじゃない。よくハイジャックでも、はい、あの銃持ってお前ら動くな、どうだろうこうだろうっていうのが一人二人いて、ちょっと腕に自慢があるやつがいても絶対にヒーローになろうとするな。こいつを取り押さえたにし取り押さえてもスリーパーが立ち上がって撃たれて殺される、うん、俺すぐ引っかかるかも。あのねロシアマフィア引っかかるな、俺ロシア人のベビーいたからロシアかって勝手に思っちゃう。その辺のスパイのこう、はい、やり口というか、はい、方法ってどう思った？もうロシアと中国とかももう少しタイプが分かれるんですけど、中国 に日本人が行った場合の例えば政治家の秘書とか大企業の秘書とかで行くと、もう空港で通訳として待ってるんですね。もうこれ綺麗なんですよ。綺麗な通訳が待っていて、数日間の日程でこう一緒に行動しますね。で最後に夜付きの、まあ、打ち上げみたいのがあって、そうすると最後の夜なので、お部屋お邪魔していいですかみたいな感じで、もう部屋までもう来ようとするらしいんですね。これにも書いてありましたけど、あの橋本首相が、はい、ね、やられましたね。あの中国ガンガン冷やしたのに急にトーンダウンして辞任したじゃないですか。ハニートラップに引っかかってるっていうのは当時もあったの、はい、うん、そうです。プーチンがハニートラップのスパイだったらロシアがナンバーワンだっていうぐらい公言した時、あ、分かるわ、ロシア人とおそらくすさまじく美人のスパイがいっぱいいる。ロシアがハニートラップやってるのはやっぱりヨーロッパとか、あちらではもうベルギーだとかですね、ああいうところでやってますけど、日本ではあまり費用対効果が良くないって見てるんでしょうかね。あまりロシアのハニートラップっていうのはあまり確認されてないですね。やっぱ中国ですね。どっかで誰かいないんですかね、中国のハニートラップに引っかかって、情報流してるんだけどそれが全て分かってて嘘で、とりあえずハマったふりしてやり毒のやつとか、あ、やるだけやったけど情報嘘かみたいな。それいいですね。どんな人言ってほしいですよね。現役の時のお給料っていうのはそれなりにこうあれなんですか、なんか見えない手当がつくなのか。公安警察であっても制服警察官であってもベースは一緒なんですよ。東京都の警視庁の、まあ、私は警視庁の外事課だったので、うん、東京の警察官ですね、ベースは一緒なんです、うん、ただ なぜ給料が、総手取りが高くなるかっていうと、もうどこまでが仕事でどこまでが休みかってないんですね。スパイをが逃げりゃ追っかけてくるんで福岡まで行ったりも、うん、どこが勤務ってないので、長勤、民間でいう残業代が異常につくんですよ。なのでこれがすごいので、そう手取りは大きくなる。制限はないですか、残業？まあ、制限はないっていうか、もうにこれに人間じゃないだろうっていうぐらいすごい、もうつけ放題っていうと語弊があるんですが、日曜日ないですもんね。そのぐらい、まあ、家にいないし、家に行ってもシャワーだけ浴びて、まあ、出ていくみたいな形なので、いわゆる残業代が異様につきますね。さっき小沢さんと話したんですけど、 CIA であってもその住宅手当があるから危険地域にいるっていうと近いんですけど、この公安にいる間にちょっと車新しいの買っとこうかなとか、ああなるほど、はい、車買い替えかなと。
もうこのコアにいる時に住宅ローンなんてこの基準で作っちゃうと、あの管理職がなんかなっちゃって、もう基本給だけになっちゃったらきついとかですね。あ、それはですね、逆に言うとあのスパイって尾行してる時地味な車なんか目立たないって言いますけど、今買った方がいいんじゃないって、例えばですよ、フェラーリ買ったとして、フェラーリで尾行するやついませんからね。目立つから逆に漏れるかもしれないですね、はいはい、あとは こんなフェラーリ乗ってるスパイハンターとかスパイなんかいねえって思われるかもしれないですよね。だから逆転の発想で見つかんないかもしれない、はい、戦前あのゾルゲっていうスパイがいたんですけど、あれまあドイツの新聞記者特派員を装ったソ連のスパイだったんですけど、俺映画で見たことあります、ゾルゲって聞いたこと、まあ、そうですね、あの元木宏之さんとかが出た、うん、あの映画ですけど、あのもう酒にもあの大好きだし、女にもだらしなくて、もう路上で寝ちゃうぐらいベロベロになるんですよ。これがスパイのわけねえと思って思われたんですよね。それは実はあのドイツ人のふりしたソ連のスパイで大物スパイだったっていう。だからあのもうスパイらしくなくなっちゃえば逆にもう目立たない、目立たない、疑われない。そうって考えたらジェームズ・ボンドなんか目立ちすぎですよね。あ、目立ちすぎですね。パーティーにイケメンでタキシード着てミンクのコートを羽織った女とイチャイチャして、はい、そうですね。日本でそういうなんか伝説的なというかレジェンドみたいな方はいなかったんですか？あのやっぱりスパイって目立たないことが理由ですね、仕事なんで、ですけど、例えば個人として目立ってないですけど、 2,3 年前に神奈川県警の外事課が逮捕したスパイがいるんですけど、これなんか一人の日本人を30年間、だから一人のスパイじゃなくて何代にもわたってですよ、何代にもわたって、情報提供者として、運営してたっていうのがあるんですけども、30年ですね。調査会社の社長なんですけども、いろんな人脈とか、外国人が知り得ないようなものをそのためにやって、その30年で2000万、分かってるだけで2000万ぐらい情報提供料もらってたんですけども、一人のスパイっていうよりも、もうこの一つの機関にずっと30年間騙され続けた、警察が見つけられなかったっていうのがありますね。悔しいですけどね、うん、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。あのマスクしか飲めないんで、あのこの後飲んでくださいね、この後はい、はい。